皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。みんなこのギターを見てくれ、ブブブブブブブ、このギターを見てくれ。マジでこのギター凄まじいんだ、半端ねえんだ、とんでもねえんだ、びっくりぶったまげ、もう朝日スーパードライっていう感じなんですけども、このギターゲットしてね、もうつらつら弾いてたらもう嬉しくてさ、楽しくてさ、テンション上がっちゃってさ、もうみんなにもぜひしてほしいなと思ってこのとこ撮ってるわけなんだけれども、まあ、何がすげえかっていうと、まずね、音がすげえいいんですよ。見てわかる通り、ちょっとね、小ぶりなギターではあるんだけどね、音がね、めちゃめちゃまとまってて扱いやすくてすごくいい感じなんです。ちょっと音聞いてみてください。こんな感じです。いくよ。わお、メロだね。メロだね、癒しだね。いいね、モテちゃね。モテモテだね。メロだね。ストロークしてもすごく良い感じです。ささやくようなラスゲアード、セカンダリドミナント、大リコード、いい感じだね。すごいいい感じじゃない、すごいいい感じじゃない。ああ、まあまあまあ、音がいいのはなんとかわかるけども、でもそれだけでそのテンション上がるかなって皆さん思ってると思うんですけども、わかる、それわかる。ちょっとね、これ実はですね、このギターをひっくり返すと裏側にすっごい重大な秘密があるんです。すごい重大なぶったまげポイントがあるんです。ちょっとこのギター裏返しますよ。ちょっと見てみてくださいませ。いくよ。 3,2,1,GO! バーン。なんと裏返すとここにはネジがあるんです。ネジがあるということは、ネジの向こう側には何か止めるものが、止まってるものが存在するわけでございますね。綿棒は耳に突っ込んで、歯ブラシは口に突っ込んで、目薬は目に突っ込んで、目に突っ込んでダメか。目薬は目に刺して、まあネジは何かを止めるために存在してるわけでございますよ。で、このネジの向こう側に何があるのかな、何があるのかな、弦は違うしな、フレットでもないしな、なんだろうなって思っちゃうかもわかんないんだけども、ピンポンピンポンピンポン、ネックでーす。正解でーす。実はこのネジを回すと、ネックが外れます。おー、すごい、もう興奮しちゃった、もうネックちょっと見てみて、いくよ。実際外してみるよ。ちょっとネジ回すよ。こんな感じ、このね、ガーッとこうね、ネジ回すじゃないですか。で、こう何回転かするとね、これ外れた状態なんですよ。で、この後にこの黒いところ、これボタンなんだけども、ちょっと見える見える見える、この黒いのボタンなんだけども、このボタンを押しながら行くと3,2,1、わーお、ネックが外れた、チューリングのそのままで、ネックが外れた、マジかよ、ほんとかよ。で、戻すときはそのままこうですね、ネックをはめて、どっこいしょっていくと、カチッていくとこがあるんで、で、このままこうネジをこの締め込めば、これで完成って感じなんですけども、おいおい、マジかよって感じですよね。おいおい、本気で言ってんのみたいな感じの。で、これでもうね、演奏可能でございます。すごくない？マジでみたいな感じですごいっすよね。まあね、そのボディが小ぶりだからね、ちょっと音量感とかね、その下がってしまうのは否めないわけなんですよ。まあ実際このね、普通のこのヤマハのこのガットギター、まあ、このフルサイズっていうんですかね、これでこう弾いてみるとすると、まあ、やっぱね、ボディの容積がね、大きいから。まあまあこんな感じになってしまうのは仕方がないところなんだけれども、でもさ、普通にこのマイキングしたりとかさ、あとこれピエゾついてるから、そのラインで出力したりとかできるんですよ。ここからね、ペッつって。そんな感じで、このライブとかで使う時を想定すると、そんなに生の音を、バカでかくなくてもいいじゃないですか。まあ、このぐらいの音量で言って今コンデンサーマイクで収音してるんだけども、これ単品に聞いたら、おー、なかなかいい音じゃないみたいな感じになると思うんですけども、どうでしょうか。そんな感じでこうね、ネックが脱着できるプラス音がすげえいいっていう感じで、僕がね、こんだけ興奮してるんですよ。で、まあ皆さんの頭の中にね、そのね、あー、まあまあネック脱着できて、まあ便利っちゃ便利かな、でもそんなに興奮することもないかなっていう風に思ってる人すごく多いと思うんだけど、その気持ちね、わかる。その気持ちね、すごいわかる。なんでかっていうとね、僕もね、そっち側だったんですよ。
あの瞬間までは、あの日が来るまでは。僕もね、そっち側の人間だったんです。まあ、ネック脱着できて小さくて音が良くて、まあ、いいんじゃない、便利なんじゃない、ぐらいだったんですよ。僕もそっち側の人間でした。ところがどっこいですね、このギターをゲットして、カバンの中にこのギターをしまって、電車にこう乗った瞬間に、これは事件ですって感じで、ね、大興奮してしまった。ちょっとね、専用ケース見てみてください。これがね、その専用ケース、すごい。この中にギター入るんだぜ、これやばくない？ちょっとね、開けてみるね。こんな感じでこうチャーって開けると、まあ中が空洞になってるわけなんだけれども、ちょっと閉まってみます。実際閉まってみます。もうすごいから、確かにこれは事件かもしれないってみんな思うから、まあ、ネック取るじゃないですか。こんな感じでこういつも通りですね、こうネジをこうガーッと回して、ちょっと硬いかもしれないんだけど、女性の方でも全然いける硬さでございます。全然安心でございます。で、こんな感じでネックが外れました。ボディは閉まります。で、ちょっともうこの時点でおかしいけどね、いろいろとね。で、ここにこのポケットみたいなのがあるんで、ここの中にこうネックをしまうわけでございますよ。サコッといくとすると、で、こんな感じでもね、OK です。ちょっと表から見てみると、こんな感じでこう出っ張りみたいなのあるじゃないですか。ここのところにちょうどネックがその収納されてるんです。で、こんな感じでもうポケットをペペッといくならば、上からかぶせて、このままチャックを閉めて、これね、OK。ちょっと事件じゃないこれ、マジで。やばくない？で、ポケットすっごいいっぱいあるから、この中にそのチューナーとかストラップとか入れたりとか、そのシールドとか楽譜とかね、そのエフェクターとかも全然入れられますよ。でね、ジャーニーインストルメントの代表の方がおっしゃってたんだけども、このギターのくぼみ、こういったところにそのね、下着とかシャツとかさ、衣服とか入れることもできるんで、本当にこれだけで旅、ジャーニーができてしまうっていう、なんかそんなシステムなんです。やばくない？で、さっきも言った通り、これね、これを持って僕で電車乗った時に、これは事件かもしれないと思ったんですよ。今までさ、満員電車とかでさ、このね、気まずい思いをしたことありませんか？新幹線乗って、この座席の上にこの荷物というか、まあギターするでパンと乗ってたけども、幅がでかくて気まずいなって思ったことありませんか？で、何気に都内のコンビニとかが狭くて、なんかギター持って入ろうと思ったら、あ、すっかりと入れないっていう風になったことありませんか？で、カプセルホテルとかでこう荷物預けるのも嫌だから、なんか添い寝しようと思って、このカプセルホテルの中にこうバッと突っ込んだんだけど、ギターが邪魔くさくて全然寝れねえとかありませんか？で、都内の方とかのこの、漫画喫茶とかでさ、ちょっと休もうと思ってさ、1時間2時間のこう、ね、休憩しようと思ってさ、このフルフラットシートでみたいな感じで入ったらさ、フルフラットシートすっごく詰まってさ、このギターボンって置いたらさ、俺寝れねえじゃんみたいな感じの経験、俺だけかな、僕だけかな、そういうのありませんか？それを考えると、僕はもう頭の中に今までそのギターがでかすぎて苦労した記憶がファーンと蘇って、大事件ですこれはって感じだったんですよ。で、このね、このところにそのポケットというか、そのなんかこう入れるところがあって、ここにそのね、ショルダーというかこの肩紐があるんだけども、これをこんな感じに出すとすると、この中にそのラップトップとかもですね、しまえるという、そんな感じなんですよ。ちょっともうついでにしょってみます。マジで大事件なんですよ、これほんまに。小さいはね、正義。飛行機とかもそうじゃないですか。ギターって普通ね、預け荷物絶対そんなにしなきゃいけないけどね、こうやったら持ち込みができるわけでございますよ。こんなんだぜ、やばくない？この中にギター入ってるんですよ、やばくない？ちょっと背負ってみようね、ちょっとこれ。ちょっと見て。ちょっと私のこのジャーニースタイル見て。これやばくない？これっすよ。すごいっしょ、これ。すごくない？俺がこんだけテンション上がるのもちょっとわからなくない？で、これ普通のギター、その銃。従来のギターケースはこちらでございます。でかい、重い、長いで、これね、まあね、しょうって、ちょ、見てみて、人は別にみんな知ってるか、別に見せなくてもいいかわからないけども、で、こんなんでございますよ。これ肩紐出すじゃない、こんな感じで。もういつも邪魔くさいからこう肩紐縛ってるんだけどさ、こんな感じでこう出すじゃない、で、こんな感じでしょうじゃない、で、こんな感じじゃない。まあ、これでも別にいいかもしれないですよ。これ従来のスタイルね、これ今までのその、ギタリストのスタイルでございますよ。これも今まで、こっち未来のギタリストのスタイル。で、これでこの都内のコンビニとか入ったりとかしてさ、その狭い時ってさ、扉がそのガッツンガッツンさ、ひっくり返ってさ、うわもう入れねえじゃんみたいな感じだったりとかすることありませんかね？僕だけかな？あるでしょ、絶対に。あるでしょ。でも、ところがどっこい、この新しいジャーニーインストルメントならば、ババーン！これで済んでしまう！っていう流れなんです。僕が電車に乗った時に、これは事件かもしれないって思ったのすごいわかりません？すごくない？もうこれ、僕ね、もうこれ持って出かけたいもん。なんか別に、ライブとか全く用事ないし、別に外にギター持ってくる必要は全くないけど、なんかこれ持って出かけたいもん。なんか一緒にこのギターと共に旅をしたい。ジャーニーしたい。っていう気分になれる。普通にこのあの、お酒とかさ、おつまみとか入れてさ、なんかお花見みたいな感じのさ、ちょっと最近難しいかもわかんないけどさ、なんかそんなのしたいなって思ってさ、なんか河原とかにさ、ギターポロンポロンやりながらさ、ね、ビール飲んだりとかしてさ、もうなんかパリポリナッツ食べてさ、なんかこうね、ひとときを楽しむみたいな感じの、そんなジャーニーしてみたいもん、こんな。海外とかさ、まあ僕、その台湾でライブとか実はしたことがあるんだけども、台湾でライブするとき僕ね、実はね、ギター持っていくのが嫌でね、あの、台湾の友達にね、台湾人の友達にギターを借りるっていうことをやってるんですよ。けどね、このジャーニーインステルメンツならもう預けなくて大丈夫だから、このまま安心、僕と共にこのトリップできるでやったーみたいな感じ、そんな感じなわけでございます。そういったこのメリットがね、すっげーたくさんあるんですよ。で、なおかつこの音質でございます。すごくない？大事件じゃない？
もうね、これね、一回この味を占めてしまうと、ナチュラルに、世の中の、もう全てのアコギが脱着できるようにならないかなって、ちょっとね、本気で思ってるんですよ。まあ僕今、そのメインのギターをね、そのマーティンのマチコさんっていうギターを使ってるんですけども、マチコさん、脱着できねえかなって、ちょっと思ってるんです。そのぐらいに、癖になる、これをほんまに。ちょっとね、音質とこのね、コンパクトさ、これのメリットがもうね、もう半端なすぎて、もう衝撃的すぎて。まぁ、今回これガットギターだけども、ガット以外のその鉄弦のギターもね、ボディサイズもいっぱいあるし、そのスケール幅とかもいろいろあったりとかして、もういろんな種類があるんですよ。普通にそのね、鉄弦のなんかギターですごいちょっと僕の好みにマッチするものがあったらば、ちょっとメインギターそっちに乗り換えようかなって、本気で思ってるぐらい。だってこれもうめちゃめちゃだもんね、めちゃめちゃ便利だもん、本当に。すごいもう、この椅子でこの感じか、みたいな感じで。で、これね、ちょっと小ぶりだからさ、ちょっと分かりづらいかも分かんないんだけども、これ実はね、ボディサイズが小ぶりだけども、実はこのスケールは一緒っていうね、このサドルからこのナットまでのこのサイズ見て、このギターと、このサドルからナットまでのこのサイズ感、実はね、これ長さね、一緒なんですよ。衝撃じゃない？すごくない？で、このボディがね、ちょっとこの小ぶりなんだけれども、意外とこの横から見てみると、こんな感じで、こっちが薄いけども、こっちが厚いみたいな感じで、この容積を確保する工夫とかされてたりとかして、まあこういうこともあってね、音もね、すごく良かったりとかするんですよ。すごい考えられてて、すごいアイディア商品だなって感じですよね。ちょっとこうね、ネックが取れる色物というか、なんていうか、その、便利グッズというか、なんかアイディアグッズみたいな、ちょっと飛び道具的な感じで思ってるかもいらっしゃるかもわかんないけども、実際弾いてみるとね、これは、事件ですよ。あら、これは奥さん事件ですよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。で、何気にチューニングがちょっと合ってるっていうね。これもちょっと謎だよな。なんだろうか。こんな感じで、もう奥さんびっくりでございますよ。半端ないでしょ。今回このジャーニーインストルメンツのこのガットギター、OC520 ちょっと紹介させていただいているんだけども、すっごいでしょ？いいでしょ？めっちゃ欲しいでしょ？ちょっと鳴らしてみたいでしょ？ちょっと残念なことに、その取り扱っている店舗さんがそんなに多くないから、ジャーニーインストルメンツさんのホームページに行っていて、まあそのね、取り扱いの店舗に行って、まあお近くだったらね、ぜひ訪れてみてくださいませ。まずね、触ってね、ジャーンってやるとね、音がでかくてね、びっくりすると思う。こんなネックの接着方式で、こんなセットネックというかね、こんな方式なのに、こんななるんだ、すげえなって感じで、感心するから、びっくりするから、驚くから。そんな感じで、ぜひとも再建してみていただきたい、ジャーニーインストルメンツのギターでございました。昨日、山口さんのチャンネルでもですね、これのギターのシリーズの、いろんなギターを、僕がその弾き比べさせていただいているなんて動画も公開されておりますので、もしよかったら概要欄の方からそちらの方も飛んでいただけたら幸いでございます。そんな感じで、僕はもうひたすら今日はですね、もうハイテンションに喋り続けたけども、納得したでしょ。ああ、確かにこれはテンション上がるわってなったでしょ。なるでしょ。触ってみたいでしょ。今日見てたでしょ。見てみたいでしょ。鳴らしてみたいでしょ。すげえんだよ、本当に。まあね、さっき言った通り、その取扱い店舗さんがあんまり少ないからね、あれだけども、とりあえずまあ、うちのオタイストカフェには必ず一本これがね、置いてあるようにしてあるので、営業、今再開しないけどもね、もしそのカフェ営業とかバー営業とか再開しならば、ジャーニーインストルメンツ触りたい方いらっしゃったら、滝谷さん、ジャーニーしたいって言っていただければ、もうネックを外した状態で、はいっつって、そのカバンを背負うところから、スタートして、ジャーニーを体験していただこうと思いますので、ぜひともお店に遊びに来ていただけるときはですね、体験してみていただければ幸いでございます。そんな感じで終始テンションバリ高でお届けしましたけれども、今回はジョニーインストルメンツ OC520 のご紹介でございました。ぜひどこかで見かけることがありましたら、チェックらしていただけたら幸いでございます。それではそんなテンション激上げな感じで終了いたします。さよならグッバイ、また違うところでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ジャーニー